どうもウィリアム・テンプソンです。今回ですね、こちらの宮城工業のアリザリンをね、磨いていくんだけど、これね、まあ前回の動画から、まあ、すぐねやるとか言ってたんだけど、だいたい半日くらいして、そう出かけてたんだけど、帰ってきてちょっとして今撮ってます。そんでね、まあ前回このビーズワックスファインクリームのチェリーをね、塗ってで放置したんですけど、まあ、こんな感じでめっちゃくちゃいい感じになりましたね。これなんかね、朱色みたいな感じになってんだけど、でも実物はねもうちょい落ち着いてる。ほらね、朱色っていうより赤だよね。まあ鮮やかな赤は求めてなかったんだけど、意外と鮮やかな赤になったね。まあいいかなっていう、たまには。ちょっと一旦これで履きたいので、もうとりあえず今回はこれをね磨いていくんだけど、そう、赤いワックスっていうのはねないんだよね。赤いワックスないわ。そういえばこれちょっと待って、あれだな、リンカーンかな。またそう、ミッドナイトグリーンとブルーがあるから、ちょっとリンカーンを持ってこなきゃいけないんで、忘れちゃったんで持ってくんの。ちょっとすぐこれブラッシングしてね、まあ、全貌を見せてからワックスを塗っていこうと思います。ただね、今日はもう仕上げません。明日また、動画撮るんで、その時に仕上げます。でね、あの紐も通して、紐も作んなきゃいけないからさ、いろいろねちょっと面倒ごとなんだけど、いや光るね、やっぱりこの革は。最初のあのなんていうの、ヌバックっぽい感じが全くなくなって、ほら、すごくないこの色。真っ赤でしょ。うん、パティーヌってさ、ムラをね、すごいやるわけだけど、こういうムラなくやるって方がね、難しい気がする。いや、そのね、パティーヌはパティーヌで、ムラをどうやって出すかっていう難しさはもちろんあるんだけど、ごまかしがこういうのは効かないからさ、どうやってやんのみたいな。自分でもね、なんでこうやって、まあ自分でのなんだけど、綺麗にできてるでしょ。なんで綺麗にできてんか分かんないんだよね。なんとなく染めてるだけじゃん、いつも。で、あーこれどうかなーとか言ってさ、で実際ムラにもなってるし、なのに後々ねこうやって消えるっていうのは自分でもよく分かんないんだけど、なんとなくうまくできちゃうっていう才能なのかな。才能かもしんないね。もう才能だと信じて、ちょっと自分の自己評価を高めておこうと思います。で、馬毛はやっぱ光るね。これはすげえわ、本当にすごいわ。これやり絵が楽しみだ。ほら、すっごくない？革質がまずいいよね。ほらこれさ、あーこれあれね、顔料系ねって言われてもおかしくないくらい、なんか顔料っぽい色味だけど、ほぼ染料だからね。あの外側は確かにね、クレームの、クレームじゃねえや、ビーズワックスファインクリームの、顔料だからね、あれは。あれを2回塗ってんだけどさ。まあ、2回しか塗ってないけど。クレームはまあ、2回塗ってんけど、ニュートラルだから。いや、すげえな、この色。うん、染めてから言うのもなんだけど、履きこなせる自信がない。ここまで鮮やかだとね、履きこなせる自信がなくなってくる。あ、でもまあ、ね。ちょっと、ギャンとしたさ、格好だったら似合うと思う。なんか、モッツっぽいっていうか、パンキーなね、感じの見た目だったらさ、似合うと思う、これ。まあ私はね、そういうカジュアル系の服でも、ほとんど内バネ式なんで、外バネ式をまず持ってないんだよね、ほとんど。持ってるっつってもね、あれしか、今履いてる中では、リーガルの 2589N しかない。他はね、全部内バネです。まあ、持ってはいるよ、他にも。だ履いてはないから。だから唯一の外バネはあれなんだけどね。そう、苦手でさ、なんかちょっとね、好みじゃないんだよね、外バネ。まあでも、かっこよければね、いいんだけどさ。一応好みとしては内バネだから。なんかそう、前も言ってたけど、その、なんだろうな、30年くらい前かな、は、
カジュアルな格好に内バネを合わせるのはもうタブーだったらしいんだよ。タブーっていうかゴハットっていうのだったらしいんだけど、それをねずっと続けてる人がいてさ、まあ結構話したんだけど、おっと、そう、そんで何、カジュアルに内バネはなーとか言ってずっとその人外バネ買ったんだけど、でもさ結局みんなカジュアルに、カジュアルっていうかジーパンっていうの、ジーパンに内バネはありえないって言ってたんだけど、結局ね結構みんなもうそんな時代なんか過ぎちゃってて、みんな合わせてんだよジーパンに内バネを。だからね葛藤してたその人ということで今こんな感じです。なかなかいい色になったと思うよマジでまあ遠くから見るとねこういう仕上がりです。ほらね、なかなかいいでしょ。近くだとさ例の通り、ねね、変な色味になっちゃうけどほらすごくない？なんかエナメルみたいな悪く言うとエナメルみたいな。ちょっとワックス持ってきます。はい、持ってきました。リンカーンのねオックスブラッド。いやね、名前忘れちゃって、なんか赤、ん？これ赤っていうか紫じゃね？いやなんかさ、今赤で調べたらオックスブラッド出てきたんだけど、紫じゃね？ちょっとま試しに塗ってみるよ。これ紫だよね。完全アンティークになんじゃんこれ。ほんだったらさ普通にこのバーガンディ塗った方がよくね？これこれ、ほら、いやこれちょっといらねえな。バーガンディ塗るわ普通に。でも一回塗っちゃったからな、ちょっとめんどくさいけど、めんどくさいけどどうしよう、なんかいい方法ないかな。ブラッシングしちゃおっか。こっちもねなんかもう一回やっちゃったら落ち着かないから同じように仕上げてね、ブラッシングしちゃいます。でもなかったことにしよう。てか濃くなってるし、なんかもう、うわここに来てこれかよいやオックスブラッドさ、今リンカーンのねなんか公式サイトみたいなのを見てたんだけど、あそっか赤はオックスブラッドかと思って持ってきたんだけどさ、紫色じゃね完全に。でもなんかいいよねこれで、これだったらよかったなって。逆にリンカーンだったら、まあ理由としては何、モンテカルロがブルーのリンカーンワックスで、でなんだっけあとあトロールセノーテかが緑のがミッドナイトグリーンのリンカーンワックスでさ、このアリザリンがさリンカーンのオックスブラッドだったらさなんかいい感じするんだけどね。ほらこっちの方が完全に合ってる気がするでしょ。まあ、ちょっと濃いけどね。まあ最悪赤、うん、これね、まあ、確かにほら赤いでしょ結構、だからそんなに悪くないんだけど、確かねあれなんだっけブリュータッシュの、バーガンディかな、あれももうこんな色でね、もっと淡いっていうか鮮やかだった気がするからね、まあそっちの方がいいのかもしんない。この色味を最大限に引き立たせる色だとしたらね。でもソールも、ソールじゃねえ、コバも、コバはね一応ワックス塗ってあるんだけど、あのレザーワックスね、あれね私どうも苦手で使えないね、うまくうまくね全く光んないっていうか、塗ることもなんかねままならないっていうか、なんかうまくできないんだよね。コツあんのかなあれも。そう、なんか水に溶けるっていうから、最初はね乾けば水に強いんだけど、最初は水溶性だっていうからさ、まあ水で溶かすっていうこともできるんだけど、なんか嫌じゃん。本当はそっちの方がいいのかな。塗りにくくてすごい。でまず2回の糸がするとね、前に塗ったワックスがビロビロ剥がれ始めちゃって全然うまく塗れないんだよね。わあ、まあなんかちょっとついてんな、バッと出た。いやこのクスさかっこよかったわやっぱり、うん、5ミリマイナスいいね。私はこれ成功したと思ってます。
これ1センチじゃない、5ミリマイナスじゃなくて5ミリプラスっていうか、まあなんていうの、標準か、標準だったらもっとなんかね、悪い意味で日本靴らしさがねあったんじゃないかなって、なんかよく言うとイタリア靴っぽいっていうかね。まあイタリア靴でも高級、結構高いイタリア靴だとね、かなり洗練されたデザインになってるんだけど、なんか中途半端なイタリア靴とかだと全然洗練されてない、シュッとして見えるだけの、あんまりかっこよくない靴とか多いからね、イタリア靴。だからさ、なんか靴といえばイタリアみたいな、そういう風潮あんじゃん、日本って。イギリスっていうよりかイタリアがなんか、まあ、伊達男的なね意味合いも含めって感じあるけど、だったらね、相当金出さないといいイタリア靴は買えません。イギリス靴はね、どっちかっていうと結構保守的なものが元から多いから、値段がまあそんなに高くなくても、そうだからまあね、ジョージコックスとかさ、そっち系はまた別だよ。まああれはパンクの方だから全然話が違うんだけど、ほんとチーニーとか、まあチーニー今高くなっちゃったけどね。他なんかあったっけ、アルフレッド・サージェントはなくなっちゃったんだっけ、あれちょっとわかんないから。なんか倒産したとか聞いたけどね、コロナのせいで。まあアルフレッド・サージェントってちょっとさ、まあイメージ的になんかちょっと、まあチーニーの同類的な、まあちょっとその固定ファンがあんまりいないんじゃないのって思うようなメーカーな気がする。まあ悪いように聞こえるかもしれないけど、まあなんか単純にイメージ、ね、やっぱチャーチーとかはさ結構ファンいる感じじゃん。まあだけど、まあ、チーニーもちょっとその雑誌ですごいもてはやされてファンいる感じじゃん、同じクラスなのにね。なのにアルフレッド・サージェントはあまりなんかそういう取り上げられたりとかしないから、ファンがね少ない気がするんだよね。まあ結構白黒の靴とかさ作っててね、結構いいなとは思ったんだけど、結局私は一足も買わずに、多分買わないと思う今後。よほど何かアルフレッド・サージェントに物欲みたいなのがさ書き立たされる何かがなければ。いや、なんかすごいブーブーなり始め私動画撮ってる時にさ、なんかブーブーならないように、ならないようにって聞こえないように、スマホのねバイブレーションが遠くに置いたりするんだけど、今ちょうどパイプのね缶の上に置いててさ響くね。そういえば前にパイプワックスで、パイプポリッシュでね、なんかエドワード・グリーンのカドガンを磨くって動画あったんだけどさ、それで結構さパイプ好きな方がいらっしゃるっていうのに気づいて、いいじゃんって思ってさ、もしあれだったらなんかちょっと今度パイプの話とか、あとまあ喫煙具のね話がしたいなって思うんだけど、どうかな。まあこの動画チャンネルでねやるんで、靴磨きが見たいって人はちょっとマジでどうでもいい話だと思うんだけど、まあそういうの好きな人もいたらさ、なんていうかな、スーツはまあどっちかっていうとかなり靴に近いものがあるじゃん、ファッションとしてね。まあそれで言ったらまあね、例えばファッションとして見る酒、まあ例えばブランデーとかさ、ワインとか、まあ、そういう話もいいかなと思うんだけど、私そういうの詳しくないからまあできないに等しいけど、ワックスじゃね、ワックスじゃね、パイプはさ、パイプってことは葉巻はねかなり好きなので、まあ軽くは話せる程度の知識はあるので、もうホテルとかも紹介しちゃってるぐらいだから、たまにはさそのパイプの話とかもしてもいいかなと思うんだよ。どうかな、なんか皆さん興味ないけど気になるとかさ、興味あるからしてほしいとか、はたまたそんなのするんじゃねえっていう多分ね、一人でも興味ありますっていうの来たらやっちゃうと思うんだけど、
まあ興味ないけど、パイプの話も、まあ多分ね、聞いといて損はないと思う。私の話をね、鵜呑みにするのは良くないと思うんだけど、そのパイプとかに関しては。まあなんせ、初心者っていうほど初心者じゃないけど、そんなにすっごい詳しいってわけじゃないから。まあ一応ラタキアは吸えるよって。ラタキア上喫してるよってレベルなんだけど。まあそのレベルまでは達してる、一応。どうかな、皆さん。一応コメントもらえるとね、すごい嬉しいな。別に米稼ぎしてるわけじゃなくて、普通に気になる、私がね。でワックスを今もうなんか3回だか4回だか塗ってるんで、どうかな、なんか乾いてないから一応コバにももう一回塗っとこう。本当はねこれ焦げ茶とか、まあ、塗り分けた方が、色をね分けた方がいいはずなんだけど、まあいちいちそこまで構っているのもなんかこの靴に似合わないというか、いや、このシリーズはね、まあ言っちゃえば i シリーズっていうの。これね、i ってモデルが元なんで、ベースなんで。このシリーズはね、宮井工業シリーズは、もう、いい意味でだよ。いい意味で雑に履くっていう。普段履きです。だからこういう色味。まあ逆にね、普段こういう色味履くのかよって感じなんだけど、私意外と履くんで。そう、まあこういう、今回の格好だったらさ、緑の靴を今日合わせたんだけど。ね。トロールセノーテ。だから、ね、緑は履くし、まあこれ青いシャツとか、まあちょっとね、時期的にそろそろあれだけど、ね、青い靴も履いたりとかね。いろいろ分けて履いてます。意外とね。だからまあこの赤もね、もっとファッションとして取り入れられるように、まあ、自分もね、したいんだけど、まあ、あとね、単純にその色がたくさんあるとすごいコーディネートの幅が広がるんですよね。だなんか例えばさ、ね、これを下駄箱にね脱ぎ散らして生かしてるとするじゃないですか。でたまたま今日、まあ全然もう適当だけど、なんか白いズボンに、白いズボンなんか変だな、黒いズ、まあでもなんかわかんないわ。あ、そうです。まあさ、前にね、言ったように、たまたまグレーのスーツを着てたと。で、あ、もうなんか時間もないし、もうこの赤でいいや、みたいな思って、赤履いたら、意外と合うじゃん、みたいな。そういうね、発見が結構あるんですよ。まあ今のは例えだけど、まあ、なんかそういうのが多くて、楽しいんだよね、そういうのって。なんか新たなものを見つけられたような、そういう感じがしてね。個人的にはそうやって、いろいろ見つけていくのに、まあ、最低でも持っているっていう条件が必要かなっていう。だから緑とかもさ、意外といい組み合わせ思いついたこともあったし、青もね、まあいい。青はでも定番の、意外と定番な合わせ方しかしてないけど。そう、青ってね、ほんと難しいからね。ただしね、青の靴と茶色のスーツ合わせたときは、あれはね、うわ、いいなこれと思ったね。緑はそもそも茶色に合わせる予定だったから、まあそれはもう、予想通りっていうか、予定通りっていうの、だったんだけど、そこの、青は、お、茶色合うんだみたいなね。ちょっと意外な。しかも、あの青の靴をね、見たら分かると思うんだけど、結構鮮やかな青なんだよ。紺とかじゃなくて。まあね、コメントで、紺色の靴を、茶色のスーツに合わせるっていう方がいて、で、あ、じゃあ青も意外と合うんじゃねって思ってやったんだけど、それはね、その下駄箱理論ではちょっとないんだけど。勝手に理論作っちゃった。で、これで、なんかなんとなく、かなり塗ったんで、ちょっと乾燥してないんで放置します。ということで、その間にちょっと紐でも作っとこうかな。はい、紐作ります。はい、あれからですね、丸一日経ってしまいました。いや、起きすぎだろってね、この状態で、ね、置いちゃってたんだけど、まあちょっとね、あの後友人と会って、で、まあ紐もね、紐作ってる時になんか友人から連絡あって、で、会うことになって、
で、あれ結構ね、夜遅かったんだけど、まあ結局、もう朝方くらいまで話してたっていう。私、ね、すぐ話し始めると止まんない人だからさ、もう AMG さんとかピカピカさんもそうなんだけど、もうね、話したら全く止まんなくて、結局、朝方になっちゃうっていうことがね、多々あって。で、まあ結局朝方になっちゃって、もう即寝ました。撮ろうとか撮らない以前にもう寝てました。友人と話してる時にも寝てたから。で、友人がなんとかって言うと、うわって起きるっていう。ほんでね、そう、紐は作ってあったから、今通したんだけど、で、その丸一日置くっていうのは本当良くなくて、まあ、何が良くないかっていうと、乾燥しすぎてね、固まっちゃうんで、その塗ったこの膜通りに固まっちゃうの、ガチガチに。でそうなると全くね、光んなくなっちゃうんだよね、リグロったりしないと。まあそれはリグルりゃいいだけなんだけど、でもすごいやりづらくなっちゃうから、一層だけね、プラスで軽く塗っておきました。だからまあその塗ったワックスが固まってたワックスを軽く表面だけね溶かしてくれて、で平らにしやすくできるっていう、まあ結果的にはねそれがいい気がするんだけど、まあでも普段だったらさ丸一日なんか置けないから、めんどくさいし、まず丸一日置くっていうのが。いやだからさ、結局今日本当はこの靴ね履こうかななんて言ってたんだけど、履けなかったね。今日は普通にエドワードグリーンのファルカークを履きました。いやなんかね、赤いシャツと合わせたいよね、これかっこよくない？本当に紐がいいね。紐通すと全然違うよね、表情が。ほら、ちなみに紐もちゃんとロービキです。めちゃくちゃ大変なロービキ格好しておりました。マジで紐作るのにね結構労力いるんだよね。なんかもう表面磨きするレベルの労力が必要。でもね、紐ってそういう場合、いい方がまあ楽だよね、ある意味。あ、そういえばあれだわ。せっかくだったらもう、今作ってる、どうしよう。今作ってるやつがさ、今作ってるやつあれだわ、白茶だからさ、私持ってる白茶の靴は一足持ってんだけど、いや茶色だった気がするんだよね、紐も。でも白黒のは白にしてあんだよ。白茶で白ってちょっと変かな、なんかおもちゃっぽく見えちゃうかな。白黒で白はねかっこいいんだけど、どうだろう。いやちょっと迷うな。まあ、茶色はね別に他の靴でも使うし、まあもしかしたらね、ご依頼で茶色の靴が来るかもしれないですから、紐もねついでにって感じで、まあ、作ってありましたみたいな、ストックしておきました的な、ね。まあそういう時に限ってさ、私大体5つ穴がね、まあ約ね90弱なんだよね。86とか7とか90までいくとちょっと長すぎんだけど、80ね、6くらいだとちょうどいいんだよ。なんか5つ穴の内バネだと。だからちょうどいいでしょ。さ、ベルティ結びしてるからっていうのもあるんだけど、これより短いとダサくない？でもね、5つ穴用のやつってこれより全部短いんだよ。80とか。で、よくて85とかなの。まあだからこれが左右5ミリね、短くなるだけだから、そんなにそれは変わんないんだけど、85だと。80だと、単純に 2.5 センチ左右で短くなるから、そう、こんくらい短くなっちゃう。これくらいになっちゃうってことよ。見えねえ。そう、こんくらいになっちゃうから、この丸いさ、結び、なんていうの、この丸い部分。ここもね、ちっちゃくなっちゃうわけだし、すごくね、見た目かっこ悪いよ。だからね、私は紐は皆さんね、既製品買うよりは、もう、作ってもらうか、例えばその、なんかわかんない、ミスターミニットとかで、まあ、カナゼルじゃなくても、作ってもらうか、もしくはもう自分で作っちゃうか、した方がね、絶対いいと思います。で、
なんならね、ローびきもしちゃってね、結構いいと思いますよ、そういう方が。だって紐だってさ、一番重要だよ、その靴をイメチェンするような部分で一番重要な場所だからさ。まあよくコバをね、私車のタイヤって例えるけど、まあ、どっちかっていうとあれだよね、紐もタイヤに例えられるっていうか、例えばさ、まあライトとかでもいいけど、ライトの方がいいかな。なんかコバはタイヤで紐はライトみたいな、黄色いライトとかさ、 LED とか、まあそういうのいろいろあんじゃん。なんかここだけ光ってねえな、これ。なんか全然見た目変わるじゃないですか、そういう車の黄色いライトだったり、青白いっていうのとかさ、あとまあ真っ白のもあるし、普通に黄色いライトではないけどちょっと昔っぽいさ、若干黄色みがかったライトとかね、あるけど、そういう印象が出るわけだから、まあだ、じゃあ短いとどうダサいんだっていうね、ことは例えらんないんだけど、まあ、それだけね、表情が出る場所だからさ、ここは。マジでね、紐はこだわった方がいいです。ただ、ね、言ったように、あ、じゃあ、青いライトかっこいいとか、青いライト、まあ、まあ、いった青いライトかっこいいとか言ってさ、真っ青のライトとかやってる、ね、ドキュンカーみたいなのたまにいいけど、あれはね、私的にはやっぱ好みじゃないんだよね。で、多分結構好みじゃない。って人もいると思うんだけど、そうなっちゃう。紐も、私はいつも言ってるけど、紐で遊ぶっていうのは良くない。ただめちゃくちゃいい紐にしてれば、シンプルでね、シンプルだけどいい紐にしてるとすごく表情が上品になるっていうか、これもなんか結構かっこいいでしょ。普通のさあ、100円くらい売ってる安い紐でね、ヘニャヘニャしてるやつとか、まあそういうのよりはかっこいいと思うんだよ。まあかっこよくなかったら自分でわざわざ作んないけどね。そういう紐にさ、仕立て上げてんかな。いや、これヤハズコバすごい綺麗だね。ツヤがなんかギラギラしてるよ。とりあえず皆さん、紐は本当にこだわった方がいいです。だからその間違えたこだわり方はしない方がいい。変になっちゃうから。で、私が唯一許せると思ったのは、白黒の靴に赤の靴紐だね。あれはかっこよかった。なんか、そう、ちょっとその、そっち系のね、香りはあるんだけど、匂いはするんだけど。まあでも、でも合うっていうか、すごいさ、やんちゃな格好してて、いかにもなんだけど、でもかっこいいみたいなのってあるじゃん。興味ないのにね。そういうのに興味があってさ、そういうのかっこいいって言ってたら、そりゃもうそっち系なんだけど、単純に。なんか興味ない分野で、そっち系の人を見て、そっち系って別に、本物、本家とかじゃなくて、ちょっとやんちゃ系のね、若者みたいな。よくいる、そういうのでも、なんとなくこの人かっこいいんだよなっていう人っていると思うんだけどさ、そういう系だったね、あの赤は。ただインスタグラムで見た、ストレート、黒のストレートチップに水色の靴紐つけてるのはマジでありえねえと思った人のね、やってることにとやかく言うのは私あんま好きじゃないんだけど、あれだけはね、マジでやめた方がいいと思ったよ。間違えてるよっていう絶対に間違えてると思うって、なんかそう理屈とかそういうのはなしに、なんかその不快見てて不快っていうかさ、いやいいよ勝手にそれやってればね。ただまああえて言うなれば、もしこれどうって聞かれたらマジやめなよっていう、それマジダサいよって言っちゃうと思う。
いくらあれでも。まあでも仲良くなかったら言わねえな。仲良かったらより言うかも。いやほら、仲いい、親しき中にも礼儀ありっていうほど、まあそういう仲いい人にも、ねえ、何でも言っていいってもんじゃないじゃん、別にそれは。だけど、あえてきつく言う、その時は。マジで水色やめた方がいいよって。ね、それは黒がいいと思うっていう。ストレートチップはね、さすがにね。例えば、焦げ茶色とかだったらさ、なストレートチップじゃなくても、ウィングチップとかだったらまだ、うん。まあ、100歩、なんかもう1億歩くらい譲って水色だったらね、ウィングチップで。まだしも。ちょっとね、ストレートチップはね、っていう。まあ、今 U チップとかでもやってるね、なんか外人の、ね、インスタグラムをやってる人がいて、なんか水色のね、紐とかつけてんだよ。この、茶色っぽいウィング、あ、U チップに。取り方とかすごいかっこいいんだけど、やっぱそれの時はね、好みの時はおおってなるけど、やっぱそういうの見んと、あれってなるね。いくら好みな、あの、靴をいっぱい持ってる人でも、私好みな靴をね、いっぱい持ってる人でも、ちゃんと取ってても、なんか変に見える。やっぱさ、なんだろう、その、遊ぶんだったら、もっと、うまく遊びたくないって思うんだよね。だからこそ私はこの、まあ、平紐ってね、意外と、くせ者っていうか、まあさ、結構私は頑張って通してる方なんだけど、まあでも前も言ったか、ね、その、平紐をね、綺麗に通す方法っていうので、まあ、手添えながらやるんだけど、指添えながらね、掴みながらやると意外とね、スッとよじれることなく通せるんだけど、まあ、そういうよじれるのがめんどくさいっていう、うまく通せないとね、場合もあるし、あとね、やっぱあんまり在庫がないよね、普段、その、お店とかに置いてないっていうのが多い。私はね、平紐も単純にこのデザインが好きだから、ちょっと可愛くない？平紐の方が。丸紐よりも。って思ってね。基本的に靴って平紐の方が似合うんじゃないかなっていう。だから私持ってる靴ほぼ全部平紐だからね。つけてんの。昔買ったやつとかだと、そう、つけっぱなしのね、紐を昔買っ、靴も昔に買って、紐も昔つけたやつとかだと、丸紐のもあるけど、なんかずっと靴芋の話してね今日。表面磨きするとか以前に靴芋の話ずっとしてた。靴芋でも奥が確かにね深いと思う。ちなみに今日こんなだらしない格好なのはもうなんか着替えんのめんどくさくなっちゃったんで、もうでも早く磨きたいなっていうさ、欲で今やってます。いや、すごいね、この、ツヤ感。いいね。だからさっきも言うと、戻るけど、靴紐もね、全体がツヤツヤなのに、靴紐はツヤ出てないっておかしいじゃん。でもね、じゃあ靴紐にツヤ出すってどういうことだって言われると思うんだよ。ちゃんとね、私はツヤ出すようにしてるんで。私の靴紐は、まあもう、これもいつも言ってんけど、こうやって、今はね、つけたばっかだから、わざとこうやってんけど、外さない方がいい。よくほら、外してくださいって言うじゃん。靴紐を磨くときは。でも、外さずに磨いた方がいいです。私の靴紐は。だもしね、頼んでくれた方がいらっしゃいましたら、まあ、外さずに。たまには外してもいいと思うけど、やってみてください。こうやってね、どんどんツヤが生まれてきます。ほら、さっきよりも、まあ、ちょっと出てると思うんだけど。通した直後とかはね、やっぱローとかが、ぐちゃぐちゃしちゃって、どうしてもね、ツヤは落ちます。だから、通し終えてから、
馬毛とぶあのヤギ毛でやんとすごい光ってくれますね。またそれにねピンと張るんだよ。やっぱそれがかっこいいよね。だらーっとしてるとさ、なんかすごいみっともなく見えるっていうか、っていうか久々になんか結構光ったね初めての磨きだからね、この靴初めての磨きでこんな出るってね。あのモンテカルロとかさ、あとトヨタだってトヨタセノーテみたいありそうだわ。あんじゃねえの、トヨタセノーテみたいな。いやね、トロールセノーテとかもさ、緑のね、かなり光ったと思うんだけど、最初これもなかなか光るね。いやあれは確かにインカーンだったからね、このどぎついツヤは出てなかったんだよね。ちょっと優しめなツヤっていうか、うわマジで光ってね。コバもいい感じに光ったな。ほら超光ったでしょコバ。なんか知らないけど光ったわ多分ね、レザーワックスだと効いたんだと思う。結構ちゃんと、だっていつも通りだもん、コバのワックスがけは。普通のね、レザーワックスは塗ってないから、いつも多分それで効いたんだと思う。ってことでこれ完成です。宮城工業アリザリンようやく完成しました。いやーこれでやっと履けるよ。どうです、結構かっこよくない？なんか赤で、でも私が最初求めていた真っ赤じゃなくてちょっと落ち着いた赤っていうのはできなかったねいやでもね、遠くで見るとね、そんなにほら落ち着いてはいい、真っ赤ってほどではないっていうか、地赤みたいなってほどじゃない。まあ地赤って言ったらまあこんな感じなのかなね。ほらちょっと違うでしょ、ちょっとまあ暗いっていうかね、そんな感じになってるんで。いやマジでこれサムネイルタイムだわ。サムネイルタイムいい感じに、ちょっとなんかスピランでも置いておこうか、スピランでもこいつがねいい働きしてくれたんで、こいつも。いやこれマジでよかったよ、この赤チェリーってことで、このアリザリン次は多分ね履き下ろすんじゃないかな。でも履き下ろしこの後やんかな、わかんないけど、履き下ろしやるかもしんないんで、ぜひ、まあそれも、続くんじゃないかなってことで、今回は磨きは以上となります。それだ。はい、ということで、おまけなんですけれども、こちらがね、仕上がった後に、外で撮ったものとなります。なんかね、これよりももっと鮮やかに見えるっていうか、なんかね、これもなんかちょっと白っぽいっていうか、浅い感じがあるんだけど、ちょっとね、いや、もうちょっと後でね、ちゃんと写真があるんだけど、まあ、これもう一回ね、ケアして、で、撮った写真なので、そっちの方がね、リアルに近いっていうか、ね、良くなったんですけどね。いや、これね、最初履いた時に、なんか痛かったんだよ。モード早までね。試着してた時にちょっと痛かったんだけど、なんかこん時履いたらねもう痛くなくなってて、やっぱケアしたからかなっていう、馴染んだのかなって。でこれズボンは適当なんで、ほんで私いつもこれね、靴べら100均っていうかホームセンターで100円以下で買った靴べらなんだけど、7年くらい前に、こうやってねあんまり跡を完全につけずに誘導させるような感じで曲げるのを優先として、でもどこを曲がるかっていうのを、まあ、考えながら履き下ろしの儀式みたいなねする感じでね。で皆さんこちら覚えてます？私がね、まあ、いつだかいつ上がったのか分かんないけど、なんか水分を含ませた時かなに、あこの色めちゃくちゃ良くないって言って2回目くらいにスピラン染めた、プレミア公開の染め動画じゃない時に一瞬ねスピラン使ったんだけど、その時にこの色になればいいなとか言ってたの覚えてますかね。ああ実現しましたえなかなか綺麗じゃないこれ。そう結構ね靴のデザインもいいし、その靴と
色がマッチしてるっていうか、もうなんかものすごいいいのが出来上がっちゃったなって思って、このエッグ2とクォーターブローグのバランスがすごいいいって思って、ちょっと次のねデリンジャー白ジャンとかね、まあ白黒もねまだ作ってないけど、それもね楽しみですね。ということで、赤のアリザリン、これで完成となりますけど、またね、まあ、この写真撮った時に、まあ、せっかくなら3色、青のモンテカルロ、緑のトロールセノーテ、赤のアリザリンっていうカラフルシリーズをね、もう並べたいっていうことで、もう一回磨き直した動画がありますので、まあ、ざっとね、ケアしただけなんだけど、まあ、それもまた、ぜひ見てくださいということで、アリザリンの、染色からのプレメンテ動画シリーズでした。それだ。